積林の続きです。芝生は本当綺麗ですね。まあ石の林積林ということはこういうことでしょうね。あまりに近すぎて全部が入らないですね。ここらですね、よく写真で見るのは。しかし小学生がずっとおるんで、なかなか先に行きませんね。少し遅れてから行きましょう。そうですね、でもカッパドギアでもガイドさんが説明は英語でしてくれてたんですけども、まあそれだってほとんどは分かってないですよね。日本語でも多分分かんないですからね。こっちの方がその先頭ですよね。丸くなってないですね。全なもう小学生の修学旅行のですね。空が見えますね。